じゃあこのサイトの信頼度っていうのがどれぐらいあるかによって変わってくるかなって気がするんですよね、はい、だからポチポチ選べることがメリットじゃなくって、はい、もう絶対嘘ついてない一番原価でやってますとか、はい、それが分かるような何かがあるんであればいいかもしれないですけど、そこじゃないですか、信頼度の部分でなんか物足りてないんじゃないですかね、お客さんは。はい、信頼度というところで言いますと、今弊社でやっている、すいません、ここはPでお願いします、見積もりなんですが、全て原価を載せていて、それに対して会社の弊社の利益はこれですっていうところまで全てお見せをしてお客様に提示をしています。それなんで P なんですか。いや多分うちしかやっていなくて他に、いやすごい来ますよそれでいいと思います、むしろ出した方がいい、むしろそれでいやいやそんなん P なんか入れる人じゃないし、真似されても先駆者じゃないですか、はい、どこもやっていない方法です。いやそれいいですよ、だから、はい、だからそこが受けてるんですよ、はい、なんかこのサイト作ってじゃないんですよね、はい、うん、原価を全部載せちゃったらいいんですよ、そのサイトに、はい、本当に全て原価で載せていて、職人に払うお金までセブって載せて、うちの会社はいくら利益を得てますっていう見積もりを出しています。いやだって僕だったら頼みますもん、はい、御社に、はい、うん、はい、それを言わそこでしょ、今おっしゃってること本当になんか配信したらまずいとかあるんですか。いや特にはないです、そうですね、めちゃくちゃお客さん来ますよ、うちだけやってることです、うん、この50分で多分今が一番刺さりましたねはい、富岡さんも、はい、なんかスルメみたい。